東京最高。なあ、マジテンション上がるな。ああ、もう帰んないとこから学校。もうマジ、もうダリーもんな学校。はっ、お前ど、お前どこが似てんだよ。お前の方が似てんだろ、お前。こう、お前。やめろ、一回お前。やめろ、お前。ふざけんなよ、お前。はい、こんにちは。楽しそうでいいじゃないか。こんにちは。ね、はい、修学旅行の友達と一緒に来てね、とんちゃん騒ぎで、はい、ねえ、はい、東京に来てさ、はい、楽しいよね。はい、たださ、修学旅行というのはね、勉強の延長であって、はい、校外学習の一環ということを忘れてはいけないよ。友達と一緒に旅行に来てるわけではないんだからね、はい、そこで、ね、勉強にもかかわらずそのどんちゃん騒ぎをするというのは良くないね。はい、交代です。はい、もうあなた大丈夫です。はい、もうあなたいりません。もうあなたをそのもう夏の構想から外します。ね、はい、周りの人見てごらんなさい。いい顔してないね。はい、もうこの制服を着てるということはうちの高校の看板を背負ってねやってるということなのに、はい、泥を塗って泥を塗って、はい、すごいの泥を塗るじゃないか君は、ね、ふざけて、はい、どんちゃん騒ぎをしてもうまるで野蛮人だらけの学校なんじゃないかって思われちゃうかな。はい、ね、そういうあなたみたいな人はもう使いたくないな。はい、泥を塗る野蛮人は試合に出したくない。はい、私はね、ね、いいじゃないですかそのままそのふざけたいのならね。はい、東京にもう東京がそんな好きなら明日も東京にもう来てね、その夢も希望もないままアルバイトをしてね、ずっとずっと、ね、国民保険もね、年金も払わずにずっとバイトして32歳ぐらいでバイトリーダーになるような人生を送ってそのまま朽ちていけばいいじゃないですかね。はい、見てごらんなさい、ほらほら西郷さんも、はい、西郷さんいい顔してないね。はい、君はもういらないみたいな顔してるね西郷さんも。この下の犬っころも見てごらんなさい。犬っころも君のこといらないな、使いたくないぞという顔してるね犬っころもね。はい、あ、だからもうあなたもう大丈夫ですよ、ね、そのままもう学校帰ってからももうそのままグランド来ないでください。さよなら。もうまだ集合時間まであるようだから、はい、楽しんできなさい。